者ですか、奥野文子さんの。それが最初の曲になりますかしら。代表的なところで言うとそこが一番最初ですね。その時の演技というのは夜叉という曲なんですね。でこれはあのシンクロ界でも伝説的な演技でして、なぜかというとそれまでのシンクロというのはもうニコニコしてみんなこうやって演技してるんですね。ニコ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 笑いを振りまいて。ところがこの夜叉で奥野さんは一つも笑わなかった。夜叉、今夜叉の面っていうねイメージを皆さんも見てあのイメージしていただければわかるんですけれども、これが世界のシンクロ界にも多大なるその影響を与えて、今でも私はあのいろんな人にインタビューすると、今までの中であんなに衝撃を受けた演技はなかったっていう、もう世界中の人たちが言うんですよね。そうですね。あれは まずこういう演技をするっていうので、コテコンテってこんな感じでっていうのが来た時にすごく面白がってましたね。それ思い出しました。そう、はい、あのシンクロ、そうおっしゃる通り、あの 笑うっていうのが普通の、あの怒る女の情念っていう表現するっていうので、あのすごく楽しんで作ってましたね。夜叉、あの曲はふうさんにとってどういう意味のある曲ですか。あの曲は、まあ、そのシンクロ、私にとってのシンクロ感というか、シンクロってどういうものっていうのを見つめ直した時に、うんうん、まずはその曲があって振り付けをつけるっていうものだったんですけど、それまでのシンクロっていうのではなくて、こういうルーティンを泳ぎたいからこういう曲が欲しいって言ったものを大沢先生が作ってくれる。なので細かく言うと、ここでこういうスピンが入れたいとか、ここで体をもっと振り付けを見せたい、顔を見せたい、表現したいっていうものを言ったら、そこにそういう曲を当て込んでくれる。でしかもすごくドラマチックにストーリーを作って曲を作ってくれる。だから今までのようにありものの曲の中に私たちが振りをつけるのではなくて、ゼロから曲を作り出す、作品を作り出すための、それを効果的に見せるための音楽っていうのを大沢先生は一緒に作ってくださったので、今までのシンクロにはなかったルーティンの作り方、本当に曲が重要なので、そういう意味では私たちが作りたいルーティンのための曲をゼロから立ち上げて作ってくださってたのが、それが大沢先生で、それは多分それ今までそういうことは世界的にもやってなかったので、うん、94年までは、うん、だそこからやっぱりシンクロの形っていうのがすごく変わったと思います、うん、あれはあのローマの世界選手権ですか。はい、そうです、そうです、ね、94年のローマです。もう世界中の人が、まあ、夜叉というね笑わないシンクロが初めてでしたけれど、そういう意味でもものすごくこう印象的なショックを与えた演技だったんだね、はい、そうですね。あれはやっぱりなんか今でもシンクロの人には、うん、あの時のソロは忘れられないって言われるぐらい、うん、やっぱりあのシンクロの歴史を変えた瞬間だったかもしれないです、you